やあみんな、白バイ隊員だよ。今日は用紙持ってきたよ。白バイ隊員が大きなカーキャリアのセットを持ってきてくれたよ。これはトミカ警察キャリアカーセット、警察のキャリアカーだね。くるっと後ろを見てみるとゲートを開いてトミカを入れられるみたいだよ。中にはトミカが 1,2,3,4 台入ってるみたいだよ。よし開けてみるぞ。横からバシッと開けて警察キャリアカーセットを取り出すぞ。よいしょよいしょ、出てきたよ。まず真ん中に入ってたのは警察キャリアカーだ。あとトミカはどこに入ってるかな。あった、ここに1台、次はここにも1台、ぐるっと回してこっちにも1台、最後に1台入ってたよ。入ってたのはこれで全部だよ。まずはキャリアカーを開けてみよう。キャリアカーを袋からよいしょ取り出してみるよ。出てきたのは黒と白のキャリアカーだね。トミカキャリアカーポリス、トミカ警察だよ。シールは最初から貼ってあったよ。前から見て横から後ろからだよ。ここがパカッと開いてガチャッと下がるね。ここからトミカを乗せられるね。よし早速トミカを開けていこう。最初はこのパトカーを出してみるよ。袋から出してみると出てきたのはこんな形のパトカーだよ。このパトカーはここにアクアって書いてあるよ。トヨタアクアパトロールカーだよ。前がちょっとシャキーンとなっててかっこいいパトカーだね。アクアの形をしたパトカーだよ。次のパトカーはこれだよ。このパトカーを袋から出してみよう。どんな形のパトカーかな。出てきたのはこんな形のパトカーだよ。このパトカーはトヨタビッツパトロールカーだよ。くるっと回してみるとこんな形のパトロールカー、後ろがパカッと開くよ。ビッツの形をしたパトロールカー。次見てみるよ。次は黒いトミカだね。この黒いトミカはこんな形をしてるよ。上にパトランプついてるね。この車はトヨタカムリ捜査用パトロールカーだよ。事件を捜査するかっこいいパトロールカーだ。最後はこの緑色だよ。緑色はどんな車かな。出てきたのはこんな車、横には警視庁って書いてあるよ。この車はいすゞエルフ資材運搬車だよ。警察の資材をいっぱい乗せて運ぶぞ。後ろはパカッと開くよ。荷物を乗せて運ぶ資材運搬車だよ。よしこのトミカたち乗せていこう。アクアのパトカーがぐぐっと来てキャリアカーに乗っていくぞ。よし上にもう一台ビッツのパトカーを乗せよう。ビッツのパトカー乗せて上をカチッと開けるよ。パトカーが上に2台乗ったよ。下にはググッとカムリが来てよいしょ下に乗ったぞ。最後に資材運搬車がググッと来て乗ったよ。みんな乗ったら後ろをパカッと閉めてこれで警察キャリアカー出発できるよ。みんなを乗せられる警察キャリアカーだよ。今度はパカッと開けてみんなを取り出してみるよ。ググッとビューンと出てくるぞ。こっちもビューンと出てきたよ。ここ下げたら出てきそうだね。カチッと下げるとビューンと出てきたよ。乗せたり下ろしたりして遊べるね。トミカも4台ついてくるから嬉しいよ。さっきは上に2台下に2台乗せたけど今度はググッと上に1台、ググッと上によいしょ2台、最後にググッと上に3台も乗せられるよ。カチャッと、あれひっくり返っちゃった。よいしょ、今度は下に資材運搬車を1台入れてこんな形にして出発もできるよ。好きな風にキャリアカーセットに乗せて出発させよう。よしキャリアカーセット出発。とってもかっこいいキャリアカーでパトカーを乗せられてとっても面白いね。僕も乗ってみたいよ。よいしょっと、あれちょっとちっちゃいみたいだ。みんなはどんな風にパトカーを乗せるかな。よし今回はトミカが 1,2,3 隠れてる、よいしょ4台ついてきてパトカーを乗せて遊べるトミカ警察キャリアカセットを開けてみたよ。これはよいしょ、
この箱に入ってるからみんなも遊んでみてね。警察のキャリアカーとってもかっこよくて面白いよ。